濃い目。濃い目は、甲骨魚類の分類群の一つ。六花で構成され、濃い船、なご土壌などの淡水魚を中心に、およそ4000種が所属する、大きなグループである。中でも、濃いは、世界で、約3000種が知られ、魚類で最大のトガを構成する。食用あるいは干渉魚として利用される種類も、数多く、 人間にとっても馴染み深い分類群となっている。本校では分類群としての濃いめの構成、及び鯉類全般の特徴について記述する。日本を含む世界各地に分布する鯉か魚類の一種、鯉、サプライネスカルピオ及び関連する文化については、鯉の項目を参照のこと。濃いめには2006年の時点で3200を超える種が記載され、 魚類の目の中では鈴木目、約1万種に次いで2番目に大きな一群となっている。現生の魚類2万8000種の1割以上、淡水産種、約1万2400種に限れば4分の1以上が濃い目の仲間で占められる。1994年の時点、約2600種から10年余りの間に新たに600種以上が新種記載入れるなど、分類の拡大傾向が続いている。 所属する魚類はほぼすべてが淡水魚で、熱帯から寒帯にかけての火星や湖床、さらには、山岳地帯の渓流に至るまで、その生息域は幅広い。ユーラシア大陸、北アメリカ大陸、アフリカ大陸及び、周辺の島所地域を中心に繁栄する一方、南アメリカ大陸には分布しない。共産性の湖にも生息できるウグイなど、 水質の悪い環境への適応もしばしば認められる。生魚の大きさは1センチメートル程度の兆候が多しから3メートルに達するものまでおり、体色、食性、繁殖形態なども多種多彩である。濃いめ魚類に共通する重要な特徴として、咽頭葉の存在がある。本目の魚は、口の中に歯、顎葉及び口外歯を持たず、喉の部分に咽頭葉と呼ばれる歯が発達している。 陰頭葉は大きく発達した陰頭骨に形成される。陰頭葉の本数や配列、成長段階での形成過程は詳細に調べられており、特に小イでは重要な分類形質として利用されている。多くの種類は口ひげを持ち、上顎を突き出すことができる。頭部には鱗がない。ヒレはトゲ状を持たず、南状のみからなるが、一部の種類の背びれには、 トゲ状に似た頑丈なヒレ状が見られる。背びれは一つだけで、土壌下の一部を除いて油びれを欠く。後外骨は内翼上骨と接続する。下咽頭骨に形成された陰頭葉は、パッド状に拡張した元ご頭骨突起と噛み合い、飲み込んだ餌はこの部分ですりつぶされる。濃い目は、カラシンベイやナマズメなどとともに、骨表雨,雨と呼ばれるグループに属し、 この仲間に共通する特徴として、ウェーベル式館、ウェーバー機関ともと呼ばれる独特の構造を有している。ウェーベル式館は変形した4つの脊椎骨によって構成され、内耳と浮き袋を連絡し、脳に音を伝える機能を持つ。濃いめは二条か六化で構成される。濃いめは同じ骨表目のネズミギスメ、カラシン目、ナマズメ、電球なぎ目と起源である。近年、 アメリカ国立科学財団 NSF によって濃いめの詳細な系統解析プロジェクトサイプリナフォーミスツリー・オブ・ライフ・クタールが進められるなど本目の生物多様性を解明するための努力が続けられている。コイカは約3000種を含み淡水魚として最大のトガとなっている。メキシコ南部までの北、アメリカ、アフリカ及びユーラシア大陸に分布する。 ほぼすべてが炭水産であるが、ごく一部に、気水域に進出する種類が知られる。多数の水産重要種を含み、アクアリウムなどで飼育される、観賞魚も多い。ゼブラフィッシュ、ダニオレリオなど、一部の魚種は、生物学における重要なモデル動物として、利用されている。本家に所属するパーカーホは、濃いめ中の最大種で三メートルに及ぶこともあるが、一般的な、魚類は、 体長5センチメートル未満である。陰頭葉は1から3列で、各列とも8本を超えることはない。多くの種類では、唇は薄く、ヒダや突起はない。上顎は、ほぼ完全に全上顎骨のみによって縁取られ、前に突き出すことが可能である。小イカ魚類の最古の化石は、アジアにおける死神魚の地層から産出する。次の赤と、所属未定のいくつかの属がある。 土壌上下コボトイディアは4下99属842種で構成される。副土壌の仲間はかつて土壌下に所属していたが、現在では谷登り下に移されている。まず相骨、アピサーティックを描き、眼下長頸骨が上古い骨、古い骨複合体と接続するなどの特徴がある。ユリノケールス科は一属三種からなり、東南アジア山岳地帯の渓流に分布する。 いずれも、藻類のみを接触し、観賞魚として人気のある種類である。陰頭派及び、口ひげを持たない。口は、下向きで、吸盤状に変化しており、岩などに張り付くことで急流をやり過ごす。エラの開口部は小さく、2列のスリット状になっている。サッカー科、ヌメリゴイ科には4赤13属72種が属する。ほとんどの種は、 北米に分布するが、は、シベリア、イエンツユイは、中国にも分布する。体長1メートルに達する大型種を含む。ほとんどの種類は、低制魚で、口は下向きについていることが多い。四神魚から、全神魚にかけて化石属が知られている。陰頭馬は1列16本以上。唇は厚く肉質で、だや突起を持つものが多い。上顎は全上膜骨と、 主上学骨によって縁取られる。土壌川に赤26属177種で構成され、土壌島土壌などが所属する。日本を含めたユーラシア地域及びモロッコに分布し、特に南アジアで多様な種文化が認められる。低生性,性で体長は最大種で40センチメートルほどになる。パンギオ、属、クーリーローチやボチア、属、クラウンローチなど、 観賞魚として知られる仲間も多い。本家はコボタイドデイと綴られることもあるが、現在ではこのアルファベット表記は受け入れられていない。体は細長いか、あるいは防水系。口はやや下向きで三から六体の口ひげを持つ。目の下に棘状の突起を持つ。陰頭馬は一列。谷のぼり川に赤十九属五百九十種で構成され。 ユーラシア地域に広く分布する。副土壌赤はかつて土壌化に含められていたが、ウェーベル式官の形態上の特徴から、現在では谷登り赤と合わせて、単系等群を構成すると見られている。590という種数は外産地であり、有効魚種の全体的な再検討が望まれている。新種の記載も近年相次いでおり、多くの未発見種が存在すると考えられている。 おさむき